はい、それではね、こちら、スペシャルプライスファブリックの紹介になります。で、岡山県産の倉敷デニムですね。で、このデニムは、ストレッチタイプのデニムになっております。で、特徴的なのは、ね、まずね、ストレッチが効いてるということですね。これね、本当にこう伸びすぎず伸びなさすぎずですかね、ちょうどいいストレッチ感で戻りもよく安定感もあります。縫製もね、しやすいタイプなんじゃないかと思います。で、この生地ですね、特徴的なところがもう一つありまして、ポリエステルが若干混紡されてるので、扱いがね、すごくね、楽なんですよね。割とこうシワにもね、なりにくかったりとか、またね、こう丈夫さもあります。プラスね、こうストレッチ感をね、こう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、厚みがですね、大体8から9オンスぐらいのデニムとしてはね、こう中肉厚レベルの厚みになりますので、洋服ね、全般に使えるんじゃないかなと思います。まあ、トップスだったらちょっとね、こうしっかり感、ワンピースとかトップスだったらこうしっかり感のある作品ですかね。で、一番おすすめ、やっぱりボトムスとか、アウターなんかがね、個人的にはすごくね、いいんじゃないかなと思います。で、生地幅もね、幅広タイプになりますので、容赦余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。